やっぱり憲法違反なのか安全保障法案審議への影響は衆議院の憲法審査会に参考人として出席した憲法学者3人が新たな安全保障法案についていずれも憲法違反と判断したことを受け 今日の国会で野党の追及が続いています民主党の辻元議員、そして中谷大臣とのやり取りをお聞きください。違憲かもしれない、または違憲だと断言されてる、けど政府は合憲だと言い張っておりますけれども、私は昨日の憲法審査会を受けて、3名、違憲と言われたことを受けて、本法案は1回政府は撤回されたほうがいい。 従来の憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分、うん、留意をしてです、ね、国民の命と幸福な暮らしを守り抜くための、まあ、合理的なあの当てはめの、まあ、帰決を導いた結果です、ね、集団的自衛権も容認できるという結論に、まあ、至りました。 このように中谷大臣は今回の法案で集団的自衛権の行使を認めようとしていることについては行政府の裁量の範囲内だとして憲法違反には当たらないという考えを示しておりますしかし憲法の専門家から批判的な意見が示されたことで今後の審議への影響を懸念する声も多く出ているんですね TBS ラジオ国会担当武田和明記者に伝えてもらいます 武田さんよろしくお願いします、まず、えー、今日の国会の動きから伝えてください。はいえー、今日は朝から野党も出席して、えー、平和安全法制の特別委員会が開かれています、今もおまだ開かれておりまして、えー、午前中に先ほど聞いていただいた辻元議員があ質問に立ったということです。またそののの昨日憲憲法法学学者者人がが特に自民党推薦の憲法学者があ 今回の安保法制について違憲だといったことを受けてえ自民党は国会対策委員会、国対委員長が各省庁の役所の役人のその議会の担当者を呼んでですね、えー、こういうことは今後ないようにしてほしいというふうに引き締めを図っています、はい、で昨日のその憲法審査会、自民党は推薦したあ、まあ、学者さんまでも憲法違反と、はい、これにはともかく驚きましたけれども。はい、えー こういうことのないように言って引き締めで済む問題じゃないと思うんですがね <laughs> あのちょっと驚きましたね、自民党推薦の,その和札の長谷部さんという教授が、ね、その集団的自衛権が許されるという点について、はいえー、これは憲法違反だと思うというふうに言って、ねで、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないと。 法的な安定性を大きく揺るがすという、もうはっきり言って、安保法制全否定という、ですよね、これをまあ自民党の推薦者があ言ってるわけですから、えー、あこれを受けて、あ今日の委員会もお、永谷さんに質問したんですけども、永谷さんとしては、いや、ほら、あ行政の範囲内だということを言ってるわけですね。うんあのー、昨日のののののですねその、えー、3人のお憲法学者のおこの 意見を聞いて、菅官房長官が、はい、いやいや、これを合憲だという学者さんは多くたくさんいるんですよ<え>なんて言って、だったらなぜその人たちの中から選ばなかったのかという、単純な疑問につながるんですがその本来、自民党は別の先生を、京都大学の名誉教授で別の先生を呼ぼうと思ってたんですね。ええところがががその方が日程がつかないんで、えー 衆議院の法制局に誰かいないかというふうに推薦してもらったら、<laughs> あそれを推薦してもらったのが、まあ、早稲田の長谷部先生だったということで、<え>昨日の憲法審査会に呼んだわけですね、はい、ただこれ、今度、いろんな見方する人がいまして、一つの見方としては、そのな衆議院の法制局っていうのは、各省庁とかから寄せ集めもできてる,きてるわけですね、ね<え>何か法制局からも来てるんですね。そそそうするとのの中の誰かがおそらく、うん いいたたずらしたんじゃないかと、はあ、つまり、長谷部先生はこの集団的自衛権に否定的だってことはその法律関連は知ってますからですよ、ね、知ってるのにでわざとその人を推薦したらばそれが通っちゃったと、うん、<laughs> で結局法制局っていうのはですね、ええ、衆議院にしても、まあ、当然、内閣法制局はもっとそうですが安倍さんの今回のやり方に頭きてる人いっぱいいるわけですよ。<ー>今ままでの何十年間という積み重ねつまり あんたたちの先輩はみんな国民を騙してきたと言ってるわけですよね、ね安倍さんの言い方っていうのは。うんはい、だから法制局の中で頭をきてる人がいて、そういう中のですねこの法律官僚の一人がわざとあ取っちゃったらいいなと思って長谷部さんを推薦して、知らないわけないですから、うん、専門家ですから。うん、という見方をしている人もいましたね<ー>なるほど。 そうするとやっぱり法制局というところは、これまで代々先輩たちがこう築き上げてきた、この憲法というものをどれだけ重視していこうかという、その思いにえ非常に強く、このなんていうんでしょうか、及んでいるということの表れなんですよ、ね、まあ当然、考えてる人はいっぱいいるわけですよね,そ,うでうねその人たちの一人がという、あ,あくまで一つの見方があるということですね、うん、さて、国会での審議っていうのは、じゃあ、この先どうなるんですか。 あのまあ、今回のこの話というのも要ははっきり言って自民党がたるんでるから起きたわけですね、うん、え当然その、それも当然ですね、事実上、敵がライバルがいないわけですから、民主党この低垂らくですからね。そうなると、まあ 6月24日に通常国会は会期末になりますけれども、これが大幅延長になることは間違いありません、ねえー、それが延長がですね果たしてお盆の前に終わるのか、お盆後まで延長するのか分かりませんけれども、あの安保法制についてはやっぱ国際公約ですから、これはまあ自民党としては通すことになるでしょうね、最後は強固採決になるかもしれません。ただ 今度自民党の中、自民党の議員も言ってましたけども、もやっぱり地元に帰ると、誰も、非常に理解が得られないんだそうですよ、えー、安保法制は、はい、ただ怖い法案だってみんな思ってると、うん、いうことですから、その兼ね合いの中でどこで採決をするのか、また、うん、野党の今度議員が一人言ってたのは、今あの、年金情報の流出の問題出てますよね、年金機構の、はい、味の問題出てて、いや、これ。 パソコンの安全保障もできないのに国の安全保障の話していいのかなって言ってる人もいましたからそうなるとやっぱり安保特のこの委員会の審議が今後どうなるのかまだ分かりませんけども私はやっぱ自民党は最終的に強行採決を通してくるだろうという,ふうに見てますねいやでも、それって国会軽視ということはもう国民に怒りを買うだけのことじゃないですかねあの今度ただ、他方ではですね安倍さんはこういう指摘をする人がいました。安倍さんは この集団的自衛権の安保法制をやりたいがためにずっと我慢して経済、経済だと言ってきたんだと、うん、本音はこっちなんだということですからそうなるとそれを例えば次の国会に持ち越すとかそういう議論も今、少しずつは出てますけどもそうやっぱ国会り国会のはタイミングがありますからこの国会で通さないと次はないというふうふに思い詰めているというふうに考えた方がいいでしょうね。うん まあ、国民の疾病返しを怖がらないでやればよいのでしょうが、国会から畠田和明記者に伝えてもらいました。